はようございます。杉本修一講演会です。今日は、昨日雨降っていたので、別の場所でね動画撮りました。今日は天気が良くなってしまって、交通量は少ないですが、阿部町の方に、来ています。これさ、本当にすっごいやりゆるこれ。ちょっと待ってね。今日はなんか、CPI っていうんですかね、消費者物価指数、アメリカの、経済指標が今日発表されるみたいで、ブルームバーグニュースに、載っていました。もうこれもやりにくいな。皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。まだ諦めずに政治活動と、ソーシャルメディアは、続けています。まだ書類は、提出していないので、市か県かまだ分かりませんが、なんとか2度目の挑戦ができるように頑張っていこうかなと思います。自分の経歴としてはもともと教育の仕事をしていて、教員試験も10回ぐらい落ちています。ただ子どもの未来に投資をするというコンセプトは変わっていませんので、10年後20年後を見据えて、今からねいろいろ手を打っていかないといけないのかなと思います。ということも必要かなとは思います。一時期 N 分の N 乗というのがね、ネットでいろいろ載っていましたが、フランスのやり方なんですよね。日本の政府公務員としては多分やる気がないと思いますし、人口を少しでも増やしていけれるような、そういった政策は、個人的には何度とにかく積極的に挑戦していきたいなとは思います。そのためにも教育のレベルを上げることも重要ですから、首都圏の、子育て世代の人たちに浜松とか静岡に来てもらえるような、そういった全面的なサポートをやっていきたい。浜松と長野の、教員さん試験も受けたことが、ありますが、長野の方がどちらかというと、浜松よりも教育に力を、入れているような印象を受けましたね。教育の捉え方が違うといいますか、子どもの自主性を長野の方が、重要視しているような感じがしています。なので、もし、当選することができれば、長野の教育もいろいろ調査をして浜松の方にコメントします。ということで、一旦終了しますので、今日はお疲れ様でした。頑張っていきます。お願いサンキュー、サンキューフォーウォッチング、スマッシュライクボトムス、サブスクライブ、ステイチューン、シーユーズやらヨーロバイ、行ってきます。お疲れ様です。杉本修一講演会でございます。今は市役所の前、元城町の方に来てます。今日はねちょっと機関従業員の契約更新があったので、ちょっと遅くなってしまいましたが、ちょっと電気通路まで行けなかったですよ。で、明日も多分休みなので、電気通路はちょっとまたしばらく行きませんが、今日も前向きなねスピーチをしていこうかなと思います。現役の市議会議員、女性の若い、女性の市議会議員の人も、見解、あまり大きな動きはなかったのかなと思います。ドル円も132円ぐらいだったかな。ただ、いつ何が起こるか分かりませんので、また注視していこうと思います。じゃあ、始めますね。レッツドゥディス。皆さんお疲れ様です。こちらは杉本修一講演会です。無所属で落選中で、政治活動の方を、まだまだ続けています。来月には統一地方選挙があるということで、なかなか日本の選挙お金がかかりますが、
まあ、再挑戦できるように頑張っていこうかなと思います。まあ、自分の経歴としてはまあ、教員に力を入れていこうかなと思います。まあ、YouTube もなかなか難しいので、その動画編集もお金がかかりますし、まあ、今はまあ5分か5分半ぐらいにカットをして、動画をねアップしていますので、まあ、今日も、今朝と今のね動画を編集というかカットしてですね、 YouTube の方にアップしようかなと思います。で、杉本修一講演会として、まあ3つの支援ということで、まあ少子化問題もね、全然解決していませんし、まあ日本人の生活水準を、アップするためにも新しい産業はね絶対に必要なのかなと思います。まあ起業家支援に力を入れて、こう優秀な人間に来てもらうといいますか、まあスタートアップ企業とか、あとはベンチャー企業とか、もうちょっとこう起業しやすいような環境にしていきたいかなと思います。まあ、若い人たちにとってもその起業する選択肢もね、ミックになっても、ある意味チャンスでもあると思いますから、もうちょっとこうビジネスをしやすいような環境に変えていきたいかなと思います。まあ、日本人の富裕層を増やすということも視野に入れてですね、まあ来月の地方選に向けてこう準備していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあちょっと10分になっちゃったので、まあ、30分過ぎると有料になってしまうということで、まあ、これで一旦終了しようと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日一日、ね、お疲れ様でした。お願いさん、今日もステージを see you there, see you tomorrow, yara, yoro. Bye, じゃあまたねー。